コロンコロンコロンこんちゃこんにちは。ね、ゆうたくさん、まあ今ちょっとタイマーの時計がいつもコロン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 こけると、そう、そのためにやり直すんですよね。そう、やり直す、もう帰と帰と、あ、そうそう、はい、あ、でも強く言うとね、今パワハラになっちゃうんで帰ってくださいって言わないと。いや、そんなね、嫌なね、スタッフじゃない逆に大丈夫だ、逆に大丈夫。そうです、ゆたかさん、はい、坂本おじさん待ってました、はい、この情報を。まあそうだな、はい、坂本選手が、12日の東京ドームでの DeNA 戦から1軍に復帰というような記事が出ました、はい、うん、まあ、そうやな、はい、まあまあやる気になったのかなという。そうです、まあ、体もまあね、はい、疲れが取れたりだとか、うん、まあいろいろしてたらいいんだけど、はい、ただ気持ちの問題だからな、気持ちをどう持っていくかっていう、うんうん、だからファームでゲームに出てて、まあ結果とかいろいろ出てるけども、はい、まあ、そういうのはもう度外視だな。そうです、ね、やっぱね、気持ちが入るか入らないかで、ね、全然変わるから、はい、だからあんまりそういうことはないんだけど、本人の気持ちがどうなのかっていうことだよね。そこですよね、まあ、ファームでの実戦は復帰してオーシックス戦、あの、はい、ヨウ・ダイカン選手とも久々に会えたということでいやいや、懐かしがってる暇はないわけ。そう、本来はそうですよね。まあまあね、まあでもね、うん、まあ一緒にやった仲間が、はい、ああいうオーシックスでやってるっていう姿を見るとさ、はい、うん、いや俺なんかまだ幸せだなって思うか、どういうふうに感じるかですよね。まあどう感じるか、うん、まあ多分、まあ、そう感じながら懐かしいという、うん、まあ、感情だったとは思うけどね。ただこれ12日から DeNA 戦、はい、あ、結構早かったなと思うファンの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いや俺はオールスター明けでよかったなっていうふうには思ってるんだよね、うん、まあそれはあの巨人が切羽詰まってる状況でもないし、はい、まあ、状態も非常にいい状態でね、はい、まあ、いる中で、まだ放牧でもよかったかなっていう。そうですね、慌てることはないかなっていうふうには思ってたんだけどね。それやっぱり巨人の今打線がいいからっていうことですね。まあそう、まあ、状態もいいよね、チームの状態はね、うん、まあ、現在首位に立ってるというね、はい、いうことなんで、だから坂本が来たから、隼人が来たからどうのこうのではなくて、はい、まあ、隼人自体置いといて、うん、で絶対こういい時もあれば悪くなる時があるから、はい、悪くなった時に切り札として入れた方が価値観が上がるというか、うん、そうですよね、うん、まあ悪いことは望んでないけどもね、巨人が悪くなるということを望んでるわけではないけども、うん、やっぱチームだから絶対こう浮き沈みってあるじゃない、はい、沈んだ時にポンと差し込んで坂本タンって坂本がポンポンと打つ、うん、ね、また取り戻す、はい、いや坂本の存在感、まあ、ここなんだよモチベーションですよね、そこでやっぱり。いや、まあ、まあモチベーションだし、まあ、その方が見え方としたら、うん、働きやすさ、まあ、それも含めたら良、まあ、かったかなっていうような気もするけどもね。ですよね。ただ阿部監督はなぜこの12日からっていうふうに決めたと思うんですか。やっぱ阿部監督の中ではやっぱ坂本っていうのはリーダー的存在だっていうふうに思ってるから、だからやっぱり野球は一緒にやりたいっていうふうに思ってるはずだよね、うんうんうん、だからまあ岡本が引っ張ったりだとか、はい、ね、まあ、大城が戦列に復帰したとか、うん、丸が頑張ってるとか、はい、っていうよりもやっぱり坂本だと思うよ、うん、阿部監督の中では、はい、まあ、ここら辺がやっぱりしっかりしてくれないとっていうのは常々思ってるはずだよね。そのやっぱりメンタル的に引っ張っていく存在っていうことですか。まあ、そうだね、声かけだけでも全然若手は違ってくるだろうし、はい、ね、で彼が経験したものから導いていくものっていうのは、うん、やっぱそれは誰にも真似ができないものがあるだろうから、はい、うん、だからまあそういうことに期待はしてると思うけど。そうですよね。阿部監督は当初坂本選手を下にサファームに下げた時に、はい、やっぱりその8月とか9月とか10月とかそこに いないと困るから今の時期に落とすというふうに言っていたので、本当にもうちょっとね、オールスター明けとか、まあでも坂本のこと絶対話はしてると思うんだよ、うん、でもあんまり下にいるのもさ、まあ、そうか、ちょっとやっぱなんかこう環境に慣れるというか、まあ慣れるっていうことはないとは思うけども、うん、
なんか染まっていくという、はい、そういう自分がなんか怖いくなることもあるんだよね、やっぱり流されるというか、まあ、流されるというかその環境に甘んじるというかさ、はい、やっぱプレッシャーのないところだから、うん、やっぱこう居心地はいいよね、いい汗かいて。そうですよね。いやいや本当に、うん、いやだけどやっぱりプレッシャーとかそういうものが坂本隼人自身が恋しくなったのかなっていうのは気はするよ。だから阿部監督もやっぱこう動くに慎重だと思うよ。だから話はしてるよ裏で、はい、そしたらね、切りよく DeNA 戦でっていうようなことだと思うけどもね、まあ、帰ってきてもまずはおそらくベンチスタートというか代打という感じになってきそうですかね、やっぱり。まあ、状態を見ながらだろうけども、今がうまくいってるんで、はい、まあ、刺して動かす必要はないと思うけどもね、はい、ただショートでも面白いなというね。ショート2試合やりながら1試合休ませるとかさ、もう1回返り咲くということですか。いや、まあ、返り咲くっていうことではなくて、はい、野球の勘を取り戻させる、はい、やっぱね、あれだけショートをずっと守ってきた人だけに、うん、やっぱそのポジションの野球っていうのがあると思うんだよ。ショートはショートの野球っていうのが、はい、それと坂本の中で あのリズムというものがね、うん、だからサードでも悪くはないんだけども、なんとなくこうリズムを思い出させるためにも、はい、ショートで使ってもまだ大丈夫だと思うよ、うん、あれだけ休んだから。そうですね。そうそうそう。うんうんうん、だから上がってきてオールスターまでちょっと様子見てみればどうなのかなっていう。はい、ショートで。ショートでもいいから。まあ、今ね、五口選手がメインで、あとまあ門脇選手もっていうところですけれども、そこにちょっと坂本選手をこう置いてみてっていう。まあ、大城もね、せっかくね。そうなんですよ。いい状態にはなってきてるし、うん、まあ、岡本も。はい、だなんとなくサードの方がなんかピリッとするかなっていうような感じがするんだよ、うんうん、いやだから、まあ、坂本がサードに入ってもいいのかな、あ、ショートに入ってもいいのかなっていうふうには思うけどもね。そうなってくると、まあ、去年の途中以来からの後半以来からの、はい、ショートになるわけですけれども、うん、だからだましだましショートで使ったらどうやろうなって思うけど、うん、俺はね、そこはその1回サードに行った分のそのショートでの負担っていうのは特に坂本選手は大丈夫なんですか。体的な負担とか。体的な負担はだから休ませながらという。そうか。で左ピッチャーだったら大城引っ込めて、うん、ファーストでもいいよ。あ、だから岡本はサードの方がいいんじゃないかなっていうか気がするけどね。あ、で守備固めに入った時に、うん、まあ変わるっていう、うん、俺はあんまり好きじゃないけどね、うん、あ、角度が変わるっていうのが。そうですよね。一塁から三塁、三塁から一塁とか、こう全然角度が違うから、うん、俺はあんまり好きじゃないけど、まあ、岡本はこなせるのかなっていうふうには思ってるし、器用ですね。器用なんだよ、うん、それで門脇のサードはやっぱうまいな、あいつは向いてるんですね。あいつはね、ショートよりもね、サードをやらせたらうまいな。サード向きなんですね。なんかな、うん、いや、うまいわ。サードはうまい。サードはうまい。いや、ショートはちょっとね、一歩過ぎみというか、うん、守備の怖さをちょっとなんかこう感じてる部分があって、うん、サードはうまいなと思うよ。じゃあ、これを機にサードっていうことも門脇選手はいいのかなっていう。まあ、それにはやっぱ相当打たないとね。そうですね。まあ、本来いた岡本っていうのがやっぱ三塁手で、はい、で歴代見ててもやっぱホームランバッターが、うん、サードファーストっていうのは、はい、まあ、座るからね、うん、だから門脇はやっぱサードっていうんだったら守備固めになる。ああそうか、まあ、それはしょうがない、ね、それはしょうがない。そうです、ね、やっぱりホームランね打てるバッターではないし、うん、まあ、伝統的にはやっぱそこはホームランバッターとか、うん、長打の打てるバッターを置くと思うんだよね、うん、だから門脇のポジションではないとは思うけども、はい、まあ、だけどうまい。そうですね、だから坂本がショート行って、うん、まあ、渋谷隊に入れるとか、はい、ちょっと伊勢口選手っていうのはもうそうなの、もったいないんだけど、はい、でも坂本を生かすんであれば、うん、俺はそれもありかなっていうような感じがするよね、うん、あとは本当にその大城選手がまたこの波が来た時のファーストに
まあそうだね、まあ右左で変えてもいいしね、うんうん、そうですよね、そうそう、で状態のいい方を使ってもいいし、うん、そうだな、岡本はまあサードの方がいいのかなっていうのは気はする、もうこのままサードにっていう、うんうん、まあファーストもできないことはないし、でもなんかねバッティングはねサードをやってた時の方がピリッとするんだよね、うん、まあ、昨日もねライト方向にホームランとかここら辺、うん、ね、この最近打ち出してるので、まあ、状態は上がってきてるしな、上がってますよね、ただね内野またあの坂本選手が戻ってくる、で外国人のあのココ選手をね獲得みたいな話もこう記事には出てたので、その後にまた内野手争いというかどうなってくるんですかね。そうだな、まあより良い人間を使おうとは思うよね、うん、だからいらないっていうことはないと思うんだよ、はい、まあ、より良い人間が入ればいいと思うし、うん、でやっぱこう今現在ではやっぱ優勝するような、はい、そういう感じにはなってきてるよね、うん、まあ、非常にバッティングも状態いいし、はい、まあ、先発ピッチャーの状態もいいし、うん、まあ、山崎より、まあ、東郷、グリフィン、うん、はい、ね、まあ、菅野はちょっとあれだけどもな、うん、まあ、だけど非常にいい感じで来てるから、はい、打てる人がいればいるほどいいよね。そうですよね、うんうん、ここからの戦い、いやだから非常に面白いと思う、だから坂本だって、ね、必要な人間だし、うん、まあ、代打として坂本がいるってなるとさ、やっぱり嫌だよ、嫌ですね、そりゃ嫌だよ、坂本いるなって、これ左行ったら坂本出てくるなとか、うん、で右やっぱ考えるよ、そうですよね、だからベンチは、だからまあ阪神が糸井がいるときに原監督が糸井と勝負したくないがためにピッチャー交代をいろいろ工夫したというね、はい、まあ、そういうこともあるぐらい、うん、やっぱ相手のベンチに誰がいるっていうことで勝負に行くから、そうですよね、だからまあそこでまあ長男とか、はい、坂本とか、うん、右左関係ないからね彼らは、はい、いるだけで全然変わるよね、っていうことはやっぱり12日からの DeNA 戦ベンチにいるだけでやっぱり DeNA のベンチは嫌だっていうことですよね。いやそりゃ嫌だよ、1枚そのキャリアのあるね、うん、そのキャリアも現役でナンバーワンのキャリアを持ってる人間がベンチに入る、はい、まあ、それはもう先発で出るのが一番ベストかもわからないけども、いるだけでも違うということだよね。そうですよね、うん、もし坂本選手が戻ってきてまた状態上がってきた場合、最後豊さん、巨人のベストオーダーって打順ってどうですかね、坂本選手、どうやろうな、うん、丸、吉川、うん、はい、ソラ、ヘルナンデス、岡本、うん、ここの次ですよね、どうしますか、だからまあ5番に入れるぐらいの状態じゃないとバランスが崩れるよね。つまりあの7番坂本選手の時期も、いやだからまあ大城が行っといて、うん、その後にショート坂本、うん、6番でキャッチャー岸田、はい、7、うん、でいいと思う。おお、この順にっていうことなんですね。でレフトね、はい、まあそのぐらいになるかな。おお、いやそうなってくるとすごくいい打線になるよ、ものすごい厚みが出ますね。その代わり条件的にはもうショート坂本ね、ショートさんいやそうですよ、ね、だからごまかしながらでもいいから、うんうん、そこを3人で回すぐらいの感じでもいいよね、ショートを、うん、だからまあ坂本、伊豆口、門脇、はい、選手で門脇はまあ岡本の大城の守備固めで、うん、岡本をファーストに行ってサードに入れるとか、うん、はい、なんかここに来てね巨人なんか、まあ、嬉しい悩みというか、いやそう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 、ね、いやだから阿部監督が我慢してね、はい、まあ、伊豆口を使ったり門脇を使ったり、まあ、いろいろこうねコンバートっていう頭ありながら、そこを変更しながらね、チームがうまい具合に回るように、はい、まあ、考えていってるっていうのが、まあ、工夫はしてるなっていうような感じはするよね。そうです。だから坂本のこう扱いを、うん、じゃあこれからどうしていくのか、うん、まあ、それは見ものだな、楽しみだな、楽しみですね、これまた一つ、そうです、まあ、ショートで使ってもいいと思うけどね、うん、まだ全然できないっていうことはないよ、うん、ただ1年間は持たないだけで、はい、ね、これが3分の2も使って言ったら持たないだけで、うん、ね、半分ぐらいは持つと思うよ、ここから半分ぐらいは持つと思うよ、うん、いやだからショート坂本っていうのは復活ありだと思う、おお、豊さん的には、うん、わらかう、そら彼ほどショートが似合う選手はいないよ、うん、
そうですね、はい、そねまたショートに戻るということで、なんか自分の中のキレだったりモチベーションだったり、そうだな、あの時を思い出すっていうこともね、うん、あるかもしれないので、やっぱねサードとショートでね野球の感性っても全然変わるから、そうなんですね、はい、また感性が蘇ってくるかもわからない、期待したいですね、はい、はい。